まず最初はですね、立ち絵ではなく、ポップのデータを、アンリアルエンジンで読み込むときにはどんな感じになるのかみたいなのを見ていきたいと思います。で、こちらはちょっと気づきかと思うんですけど、チョップとダットとトップ、おい、ソップとかコップとか、マットとかどうしたんだよって。ねえじゃねえかって。ないんです。ないんです。チョップとダットとトップだけですね。でも、基本的にはこの3つがあれば、このタッチで同じようにやってたこととかも全部再現が、できるようにはなってるんで、まあそこら辺は安心していただけると思います。じゃあまず最初はですね、この UE4 サンプル02シンプルテクスチャから、見ていきたいと思います。で、ちょっとプレイしてみて、こんな感じかっていうと。見てください。見たことありますよね、これ。見たことありません。ちょっと感動しません、これ。まあ、この、皆さんが見たことあるこのテクスチャが、テクスチャというかトップがテクスチャとして使われてるという感じですね。まあ、じゃあエスケープ引きで戻ってもらうと、まあ、これが実、どうなってるのかっていうと、基本的に、さっき説明したタッチ、エンジンコンポーネントの、TD トックスファイル UE02 シンプルテクスチャードットトックスから取ってきてますと。で、インプットにカラー RGB ブライトですとか、なんか、トップテクスチャーインとか、いろいろあります。それではじゃあ、ここの説明をするために、じゃあ、まずこのトックスがね、どうなってんのかっていうのをちょっと見ていきたいな。そしたら、先ほどのコンテンツフォルダーの TD トックスファイルの、一番、下にですね、workspace.to というのがありますので、こちら、当ファイルですね、こちらを開いてください。はい、開くと、このようにトックスファイルとしてたくさん読み込まれたものが、入ってると思います。で、ちょっと今ね、比較しやすいように、アンリアルと、タッチの画面を半々にしてやってます。で、今見ていきたいのは、これですね。UE サンプル3じゃなくて、こっちです。すいません。今見ていきたいのは、UE サンプル2シンプルテクスチャーですね。タッチエンジンコンポーネントの、ちょっと見にくいかな。インプッツが2つあります。チョップ RGB ブライトネスとトップテクスチャーイン。まあちょっと名前分かったと思いますけど、チョップと、トップのインプットがあると。それが何を示しているのかというと、こちらですね。こちらのチョップ。これ見てください。RGB ブライトネスって書いてますね。と、トップテクスチャーインが書いてあります。で、同じようにアウトプット、RGBR チョップのデータ。で、これはトップのデータ。同じように、こっちにあります。で、こういうふうに、これは、コンテナで作ってるんですけど、これをトックスファイルとして、UI に読み込むと、こういうふうに出てくるってわけですね。で、さっき、うねうねしてました、中身が。どうなってるのかっていうと、まあ、いつもの感じですよ。まあ、あまり説明はしないんですけども、RGB ブライトス、ここがインプットになってます。で、テクスチャーインもここで、なってますね。で、アウトプット、これです。で、さっきこれをプレイしたら分かったと思うんですけど、この、ゆらゆらした、ジェリービーンズたちが見えたと思います。それがですね、どうやって、まあ、このテクスチャーに貼り付けてるかって、言うとですね、ちょっとこれはまじ、もうブループリントの説明になっちゃうんですけど、そこまで詳しくは、解説しないんですけど、まあ、大体こういう感じなんだな。で、そうすると、このエディットブループリントからオープンブループリントエディターというものを出してください。で、ちょっとこれをさっきの画面に貼り付けて。そうすると、こんなね、画面が出てくるんですね。で、これがまあ、ブループリントって呼ばれる、まあ、ノードで、いろいろ作れるやつなんですけど、あんまりここを説明しても意味がないので、このですね、ゲットアウトプットっていうイベント。基本的には、その、タッチエンジンがアウトプットを出したとき、
イベントだと思ってもらえるんですけど、で、この get touch engine output っていう、タッチエンジンを読み込んだ際に呼ばれる関数的なやつなんですけど、で、その中に、テクスチャーアウトっていうアウトプットネームを指定します。このネームが何かっていうと、先ほどあったタッチエンジンコンポーネントのこれですね。この名前を指定します。そうすると、このトップのデータが取ってこれるというわけですね。で、ここのバリューに、そのトップのデータが入ってます。で、このバリューのデータが setTextureParameterValue という、関数に入ってて、まあ、これはマテリアルのテクスチャーをトップのその絵、データをそのテクスチャーに貼り付けるみたいな、感じですね。まあ、そのタッチデザイナーで言えば、なんかノイズトップとかで作ったテクスチャーをマテリアルのベースカラーにセットするみたいな。まあ、そんな感じですね、ここは。で、本当にこれはマジ大事なんですけど、タッチと、アンリアルでは、値の型が違うんですね。トップに関して言えば、タッチデザイナーのトップは、アンリアルで言うテクスチャー 2D っていう値なんですね。こちらです。テクスチャー 2D。まあ、これがまあどういうデータのかっていうのは、あんまり知る必要はないんですけど、とにかく、タッチデザイナーのトップはテクスチャー 2D。アンリアルでテクスチャー 2D になるっていう。このトップはテクスチャー 2D。っていうふうに覚えていただければと思います。で、そのテクスチャー 2D として、パラメータ、マテリアルのパラメータとして設定している。なので、さっきウニウニしたやつが、このテクスチャーとして出されます。いう感じですね。では、次ですね。最初に触った、UE4 シンプルブレンドキューブテクスチャー。こちらについて見ていきましょう。まずタッチエンジンコン、さっきと同じようにタッチエンジンコンポーネント見ていただいて、インプットに、ブレンド0、ブレンドというこのフロートのデータが入ってますね。で、トップテクスチャー A とトップテクスチャー B。で、トップブレンディットテクスチャーっていうのが入ってます。じゃあ、これがトックスどういう感じかと。どうなってんのと。シンプルブレンドキューブテクスチャー。これのインプットが、トップテクスチャー、テクスチャー B になってます。で、同じように、トクスチャ、テクスチャー A と。まあ、見ればわかると思うんですけど、まあ、トックスが読み込まれてるんだな、というのがわかると思います。で、基本的にインプットっていうのは、インプットがなければ、このバナナを返すっていう感じだと思うんですけど、この中で、アンリアルの中で、なんか別のテクスチャーを、読み込んだら、このバナナじゃなくて、そのアンリアルで設定したテクスチャーになるという感じですね。まあ、これはあんまり説明しません。で、ここでは何が言いたいかっていうとですね、先ほどなかったカスタムパラメータがここにあるんですね。さっきのこっちには何もなかったんですけど、こっちのカスタムパラメータ、ブレンドっていうのが、これがこっちに値するここのブレンドですね。このカスタムパラメータも、トックスファイルとして読み込むことができます。で、このブレンドっていうのは中でいうどの値になっているかというと、このスイッチですね。のペアレントパーブレンド。この値を変えていくと、ご存知の通り、先ほどと同じように、このブレンドのこの値によって、上と下の、がブレンドされていくという感じですね。で、これが同じように、こっちでもなってるわけです。こっちも同じように、タッチエンジンコンポーネントのこのブレンドの値をですね、例えば、0.5にすると、このように、半分半分でブレンドされてる。で、1にすると、こっちのトックスと同じように動いてるのがわかると思います。この三角マークを、に、ボールを打つと、どんどん変わっていきますね。こちらには、この三角マーク、左側の三角マークを押すと、このブレンドの値がどんどん小さくなる。こっちを
に、ボールがヒットすると、ブレンドの値がどんどん大きくなるっていうプログラムが、さっき言ったブループリントに書かれています。まあ、ちょっと見てみると、こっちも同じように、エディット、ブループリントからオープンブループリントエディター。よいしょ。ああ、これですね。この右の、矢印に当たった時にアップデート、ブレンドバリュー。これはその当たった回数だけブレンドの値を増やしていくという処理が書かれたり、レフトに当たった時は、こっちは、下げていくみたいな、処理を、こういう中で組んでるわけですね。なので、トックスファイルの中で本当に何でも使えるんですね。スイッチだったり、クロストップだったりとか。そういうのをどんどんブループリントで、あ、ブループリントじゃん。UE の中で使えるっていう結構。で、それの値をカスタムパラメータとして出して、それを UE 内の、値で設定してあげることで同じように使えるっていうことですね。トップは、トップのデータっていうのはテクスチャー 2D っていうデータで使えて、まあそれをアンリアル内のマテリアルのテクスチャーとして使えたりとかができます。で、そのトップのまあ、例えば、スイッチトップだったり、クロストップだとかだったりっていうのも、トックスファイルの中に入れることで、同じように使えるというわけですね。